皆さんこんにちは、エビチャンネルです。現在デジタル簡易無線ホームではベランダにポールを伸ばして、ながら電子工業のヤギアンテナ 351MY5W という小エレのアンテナを使っております。これでも十分使えるんですけども、今日はこちらのアンテナを違うものに交換してみたいと思います。交換予定のアンテナはラディックスアンテナ RPY351M8 という、こちらもヤギアンテナなんですけども、こちらの方は8エレのヤギアンテナとなっております。利得で言うと 351MY5W が 11.15dBi、 RPY351M8 の方が 13.15dBi となっており、ブーム長がながら電子は 1.4m、ラディックスは 1.6m となっております。それでは早速交換していきたいと思います。ということで、ラディックスのヤギアンテナ設置し終わりましたが、こちらの方ポールにさらに腕を出して取り付けなければならないタイプで、ちょっとね 1.6m と
前のやつより長いので屋根にかぶっております。方向的にはあちらの大平山の方を向けておりますが、 SWR がもしかしたら木が干渉して変わってくるかもしれません。その時には南側こちらの方を向けてみたいと思います。あとはいろいろと方向を試してみて一番ベストな方向を向けてみたいと思います。こちらのアンテナ、山口県西方面ロールコールの主催者でもあります OM さんにちょっとお借りしているアンテナなので長くは使えませんが、ちょっとね家で使うとどんな感じになるのかなと思って試してみたくて、本当はロールコールの時に移動で使ったらどうとお借りしてきたものです。はい、はい、今アンテナを変えてスイッチを入れたら広島 ZX27 局が山陽の出し竜王山からオンエアしてたんで、ちょっと試験電波を出しております。お付き合いをしていただいております。シグナルレポートはこちらから54、相手は52ということでした。相手のアンテナはダイヤモンドの AZ350R です。はい、了解です。はい、Z350S、メリットは先ほどと変わらず5、シグナルの方が3、1つ落ちて53になっております。広島 ZX27 局山口 TT358 です。どうぞ。はい、TT358 局了解です。同じく星もあれですね、52から51、1があります。1落ちましたね。はい、なっております。はい、了解です。ちょっと待ってくださいね。もじゃあ、今度これ今4分の3ですね。単語までと4分の3です。ちょっと2分の1、アンテナテクノロジーと地域ホームコラボの、いつも僕がつけてるやつにちょっと書いてみますね。どうぞ。はい、了解です。お願いします。はい、使いました。山口 TT358、ホーム、こちら広島で ZX27 ポータブル、どうぞ。はい、了解です。はい、すいません、今画面見るの忘れてました。はい、メリットは5バリバリ先ほどと同じように来ております。どうぞ。はい、メリット5でお使いです。はい、サンゴマレスと変わらんですね。こちらは5151です。どうぞ。はい、了解です。はい、51了解です。こちらからも53、先ほどと変わらず53お送りします。どうぞ。はい、了解しました。 OK です。はい、ということは南方のレースと地域のやつはじゃなかった、テクノロジーが変わらんということですね。あんまり、はい、4分の3号、2分の1号ということで、はい、やっぱり南方まだあるがやっぱりあれですね。はい、いいみたいですね。はい、まあちょっと位置的にもあるんでしょうけどね。はい、おそらくここから防風とか光はダボ 350R がちょうどいいのかなと、はい、打ち上げ策とかの関係でですね、はい、と思いますね。山口 TT358、こちらは広島で ZX27 でポータブル4です。はい、こちらこそね、ありがとうございます。はい、いろいろ実験できてですね、はい、ちょっとできることをですね、ちょっとやっとかんとですね、やっぱりあれと思ってですね、はい、いろいろ試してやっておりましたということです。はい、ちょっといろいろ状況もですね、ちょっとかんとですね、はい、
り、あの、見て、あれ全然ダメだったじゃなんないけど、ある程度、まあ、このアンテナ、このアンテナで使い分けていったらいいかなと、はい、そう思っておりました。はい。はい、了解です。はい、いろいろとね、お付き合いの方ありがとうございました。それではね、また後 FB にお過ごしください。広島 ZX27 局、こちら山口 TT358 豊富でした。ありがとうございました。どうぞ。はい、思いがけず、広島 ZX27 局に、お付き合いをしていただきました。ありがとうございました。ホームのデジタル単位無線のアンテナを変えたよという動画でした。もしご覧になったことがありましたら、よろしければチャンネル登録もお願いします。バイバイ。